まあ、B-boy というようなファッションが気になるところですよね、その当時は、うん、自分はだから文字録画聞いてたんで、うん、文字録画当時してた新人とかめちゃくちゃ着てました、うん、まだ似てるし、まあ、パロディ系とか多くて、あ、プレイボーイがバンダナ巻いてるとか、はいはい、すげえ好きで、うん、やたらめったら045って書いてある。俺の試合局番は042なんで。あ、違うの？そう、スナップ始め、サガネハラなんで、ラップ始めてから、レッドネジのサガネハラなんで、金の血を上回ったと思って、あの、あの、あからさまのそういうの、あんまりレッドネジみたいなのがなくなって、逆にでも、ヒップホップを聴くようになやるようになった時に、あの、ビギンとハマりしたんで、形過ぎくらいから、クルクルシーを集めるのが一番。クルシー一直線一直線ですね。あちらのクルシーは、クルクルシャスとかで聴くし、変化はありました。当時は下りが変わってないですけど、うん、結構感じが当時クルジって普通にそのビーボールショップとかで普通に行ってたの。自分はテントの頭ないですね。ああ、そう。サイズのオンラインで大丈夫かなと思ったんですけど、うん、やってますね。やばいですね。カラリンだった気象、うん、ハロウィン、ハロウィンカラーハロウィンナイト今日ビギのコスプレとかで出ようかなと俺でもね、当時あの、まあ本当さあのそのさっき話した新恋はその B-boy のショップで一番最初にその BK のその服とかを買ってて、当時はね、あのエニーチェっていう、あ、懐かしい、ブランドがセットアップでそうそう、エニーチェってやつがあって、それのまあ XL とか 2XL とかシャツとか、あとはジーパンをよく買ってたね。あとショーン・ジョーン、ロカー、ああショーン・ジョーン、ロカーウェア、カタカナしか見たことない。あ、ほんと、雑誌に絶対に E がこう、なんか面白いロゴのやつ、カタカナで絶対かっこいい、ニーチェです。自分、中学生の両親が一緒にいるんですよね。友達に想像してて、そのパパが今でも着てるものとか、中学生から着てるシャツがあるんですけど、ライフォーダー、ギャングスターフォーライフ、やばっ、薄紫の水平の JFL っていう感じで機械になりました。中学生から着てましたね、ギャングルの出るのに、そういうファッション、そういうファッションが昔から、ああれかな、やっぱりクマーションとかとかコモス DS とかやったんで、やっぱりそのなんだ昔すごい流行ったウエスタインのなんかそのアロハシャツみたいな、クレームデニムとか、そうそうそう、ああいうのをなんかすごい憧れて、ああいうのをやっぱり地元のそういうウエストコースのショップに行ってやってきて、あるんだ沖縄だから、そうそうそう、沖縄のそのウエストコースのショップがあって、おお、あ、ウエストコースに特化した、特化したお店が、そうだったら余計さ、熱いんじゃない、そういうショップは、そうですね、ところどころにあります、ダブってくるね、そう、ダブってくるね、だって昔のファッションでしょ、昔のファッションでしょ、破れたんだね、ちょっとおもろいけど、ちょ、西から東に行っちゃったみたいな、だって、G だって名前だって、ヤンキースの選手が、ヤンキースの選手が、そうね、野球の方が好きか、まあ、野球は昔からめちゃくちゃ好きかなそう、ヤンキースのスタジアムとかゲームシャツとか昔からめっちゃ好き、自分がヤンキースが好きやな、カラーがかっこいいしね、間違いない、うん、強いしね、うん、強いし強いから好きみたいな、やべえじゃあ当時はそういうウエッサイウエッサイな感じの格好で、そうですね、でもそれからもう結構もうカジュアルな方がもう楽になる、全然なんか今の想像できない、その当時のゴリゴリのウェッサイみたいなのが全然想像できない、私も本当にこういうやつ乗りたかったんで、へぇ、インパラとか、はい、今は乗りたいと思うよそう、場所、まあ、クローンファッション、まあね、まあまあまあどうなんでしょうか、ただまあファッションはねちょっとクソギャルやつなんで、うちは、あ、当時見ないですよ、当初クソギャルでしたね、電話待ちないですか、いや、もっともっと前よ、もっと前ですよ、ほんと、ゆうかちゃんね、あの地元で結構有名な
ギャルでした。はい、ずっとトランスの箱ばっかり行ってて、中学生の時からトランス の、 なんかそのレイブパーティーみたいな遊びに行ってて、なんかあの未成年だけど顔パスでみたい な、 なんかそういうなんかちょっと危ない、ちょっとコンプラのかかりそうな感じのギリギリのところで、当時はね、あのほんまにアルバロードとかが好きだったんですけど、まあ、いたねとかね、東京であるあのもう絶対分かれる。ただ大きくなってダイヤっていうところで走ってから、あ、こういう感じだったんですか、あれでいけるくなるんですよ、ベイビーシューズを始めるみたいな。で、キャンディーの中でちょっとベイビーシューズを着て、なんか B ガールに酔ってギャルになって、突然やめて、今ここみたいな。あのスタイル、路線変更が、今日も全然 B じゃないけどね、うんうん、だけどまあなんていうストリートファッションみたいな、まあ基本は昔から好きで、あ、じゃあ当時なんかセットアップみたいな、めっちゃ着てたっすね。セットアップはやっぱ主婦が安かったっすね、上下で8万ぐらいとかやったんで、なんかうちが着てたギャルのブランドは上下とか全身着ると20万ぐらいするんですよ。ギャルめっちゃ金かかる、めちゃくちゃ金かかる。こんなペラペラのジーパンのパチモンみたいな生地のくせに、なんか知らんけど1万8000円とかするみたいな、なんかとかそんなんばっかしで、あとなんか小物類、やっぱジュエリーみたいなね、結構つけてたんで、それがやっぱ金かかってましたね、靴とか、なんか謎にシャネルとか買ったんで、バッグとか、いや、カバンはね、なんかそういうでっかいのじゃなくて、わからないシャネルとか、ああいうのが好きで、なんかこの辺ゴテゴテだったんですけど、あのなんかギャル男がつけるベルトみたいな、あセットアップとか、ペレペのセットアップを着てました、あー、ね、ちょっと高いんですけど、ペレペのセットアップ、めっちゃ楽そう、どれくらいですか、でも、3万とかね、ベロ、当時がちょっと高いですけどね、ベロアとか、ベロアとかね、あー、今着ても渋いよな、違うね、むしろ今着たよ、ぜひ、確かに、ね、最近着てないまだまだあるんですよ、似合うよな、そういうの先輩に、ここだけ、ここだけ革のスタジオンバッチ入ってるやつを19歳の時にもらって着てました。革製品、昔から好きですよ、興奮あるから、そんな寒いそんな寒い、カマキル相当の触るじゃないですか、ニューヨークとか、何がわかによるよ、なんか探しがあるんですよ、羊とか軽めのやつは結構見せてるんですよ、いいっすよ、最初からやらなかった、牛はなぁ、かまさな無理やん、結構かまさよ最初なんなギチギチやし、あっちじゃ覚えし、その後ゲットしたアルミスさんっていうレザージの同じようなテレプレみたいなやつは今、先輩から譲り受けたんですけど、今だに3年間だったんですけど、未だに硬いです、やっぱそうやな、超しっかりしてマジ毎日着なきゃさ、全然馴染んでくれへんよな、着せられてるみたいな、なるやろ、このファッションのルーツがあるんですね、そういう話、そうだね、もちろん最新のファッションとかもいいと思うんですけど、そうですね、何か自信がありますか、うん、それは新しい楽しみですね、これから、うん、ルーツがある上で、なんか今古来からのバッグとかいろんなブランドとコラボして新しいもん出してるから、うん、やっぱ要チェックですね、間違いない、クマさん負けてられないです、マジでクージュとコラボした、イエーイ夢はでっかく、バセリー